エブラ遺跡エブラはシリア北部にある古代の都市国家の遺跡、アレッポの南西5 5トルに位置する。エブラは紀元前3000年期後半及び紀元前2000年期前半の2つの時期の重要な都市国家だった。遺跡のある場所は現在テルマルディーフと呼ばれるヨカで、 紀元前2250年頃に遡る設計文字の書かれた粘土版が大量に発見されたことで有名である。これらはシュメール語およびここで初めて発見されたセム語派の言語エブラ語で書かれている。古代オリエントの地図テルマルディーフ遺跡の空中写真。城壁やモミや中央のアクロポリスなどの発掘が進んでいる1964年。 パウロ・マッティエ率いるイタリアのローマ・ラ・サピエンツァ大学の考古学調査チームがテルマルディフの発掘を開始した。1968年、調査チームはエブラの多いビット・リムの名が書かれた女神、イシュタルの像を発見した。この発見により、この遺跡が古代エジプトの碑文やアッカド語文書で、名前だけは知られていたが、所在は不明だった都市エブラであることが分かった。 その後の10年で調査チームは紀元前2500年から紀元前2000年頃の宮殿を発見した。宮殿廃墟からは設計文字の書かれた保存状態の良い粘土板1万5千枚が見つかった。80%はシュメール語だったが残りはかつて見つかったことのないセム語派の言語で書かれておりエブラ語と呼ばれることになった。 ペッチナートとディフッドはこれを西セムゴ派の言語としているが、ゲルブホカはアッカド語に近い東セムゴ派と考えている。設計文字の発達した地である南メソポタミアとエブラとの深い関係は、シュメール文化とシュメールの文書に登場する、紀元前3000年頃より前に、すでに存在したであろう、セム系文化との関係にもつながっている。 エブラ5の5位のリストが粘土版と共に見つかっており、これにより翻訳することも可能となった。粘土版が発見された建物は、今では、宮殿付属の図書館ではなく、食料備蓄、捧げ物、裁判、外交、公益契約など記録を残すための文書庫、及び都帝たちが、文書の写しを作る、写実と見られている。大きな粘土版がもともと木の棚に並べられていたが、 宮殿が破壊された時に、粘土板文書も床に落ち、火災で焼き固まり、結果的に良い状態で保存された。粘土板が見つかった場所は、粘土板が床に落とされた場所であり、これを手がかりにもともと棚のどの位置に、どの文書がしまわれていたかを再構成することが可能になった。そこから、粘土板はかつて主題ごとに分類されて保管されていたことが明らかになった。 エブラの文書庫では文書を木製棚に並べて保管していた。発見された文書の中には初期の学習のためと思われるシュメール語の語彙を列記したリストの語彙文書がある。エブラ語の語彙と対応するシュメール語の語彙を併記した文書である。その他に天地創造参加を記した文書も見つかっている。天と地の主よ大地はまだ存在しませんでした。 主がそれをもたらされたのです。日光はまだ存在しませんでした。主がそれをお作りになったのです。明け物のはまだ存在しませんでした。主がそれを想像されたのです。紀元前三千年期のエブラ、エブラは、白い岩、すなわち、町が立っている、石灰岩の路頭を意味する。エブラは、紀元前三千年から絶えず人の居住があると見られるが、 国力は次第に増し、その絶頂を紀元前3000年期後半、およそ紀元前2400年から紀元前2240年の間に迎えている。エブラの名は紀元前2300年頃の悪化度の文書にも見られる。エブラから見つかった年度版のほとんどはこの時期のものであり、経済に関係するものが中心である。 これら年度版は、エブラの住民の日常生活や、紀元前3000年期半ばのシリア北部及び、中東の文化、経済、政治状況をよく伝えている。文章は、国家の歳入に関するものが多いが、王の手紙、シュメール語、エブラ語辞書、学校の教科書、エブラと、周辺他都市との間の条約などの外交文書もある。エブラの最も強力だった王は、 紀元前2300年頃のエブリウム、または、イブリウムと呼ばれる人物で、周囲の諸都市を従え、アッシュールのオートゥデイアとの間で、エブラの管理していた、貿易拠点をアッシュール商人にも使わせる条約を結んでいる。この最盛期の5番目で最後の王がエブリウムの息子、イッビスイピッシュで、エブラ最初の世襲君主であり、それまでの戦況王政というエブラの監修を破る、ものだった。 その先制政治は内乱につながり、最終的に衰退に至った可能性がある。一方では、一尾スイピッシュの知性は、王が何度も国外へ旅行をしていることからも、過度の繁栄の時期だったと考えられる。エブラとアレッポ双方の文書に、エブラが、隣国アルミと条約を結んだことが記されている。エブラのジッグラと当時、エブラは、商業の重要な中心地であった。 商売上の大きなライバルはマリで、エブラはマリの1回目の破壊に関与した疑いもある。エブラの貿易はメソポタミア向けのものと見られ、またエジプトとの交易があったこともカフラーオやペピ一世からの贈り物があったことから確認されている。年度版には民が様々な家畜を合計20万頭所有していたと記録されている。 エブラの主な商品はおそらく周囲の産地から伐採した材木および織物であった。手工芸品も主な輸出品だったとみられ、真珠貝を造眼した木製家具や色の異なる石を組み合わせて作った石像など優美な加工品が遺跡から多く出土している。エブラの工芸技術は後のアッカド帝国に影響を与えた可能性もある。 エブラの政治体制の詳細は不明だが、政府は商業エリートによって統治される過当性だったらしく、これら支配層が王を選挙で選び、防衛は傭兵に任せていた。年度版を通じ、イグリッシュ・ハラム、イルカブダム、アルエンヌム、イブリウム、イッビ・スイピッシュといった王の名が判明した。イブリウムは、伝統を破り絶対王政と世襲制を取り入れ息子、イッビ・スイピッシュを王とした。 セム系神話の神々が、エブラの遺跡にも見られるが、クラや、ニダクルなど、未知の神や、エンキや、ニンキなど、シュメール神話の神々、アシュタピ、エバト、イシャラなど、フルリジンの神話の神々の名も見られる。論争を呼んでいるペッティナートの主張によれば、年度版に書かれた神の名が、エルから、ヤーに変わっている部分が多くあるとされる。これが神の名にヤーを用いた。 最初の証拠で、これがヤハウェに変わっていったと主張するものもある。ボテロの主張のように、これがメソポタミアのエアガミを受け入れる過程で、エブラ語ではヤハに変わったという説もある。一方で、問題の表記は正しくは、イアと読まれるべきだという主張もある。旧約聖書の創世記に登場する、名のうち他の中東の遺跡からは見つかっていないが、 エブラ語ではほとんど同じ表記で登場するものもある。例えば、アダム、ハワ、アバラマ、ビルハ、イシュマエル、イスラエル、エサウ、ミカエル、サウル、ダビデなどである。また聖書と同じ地名、例えば、シナイ、イエルサルーム、ハツオル、ゲゼル、ドル、メギド、ヨッパなどである。ペッティナートは、ソドムとゴモラに関する言及が見つかったとも、主張している。 アッカドのオーサルゴンとその孫ナラムシンはメソポタミアのほとんどを征服したが、二人とも自分がエブラを破壊したと書き記している。破壊された正確な時期についてはなお論争のさなかであるが、紀元前2240年は説の中でも可能性の高いものである。これ以後の三世紀の間、エブラは経済的な重要性を若干回復したが、 以前の繁栄には及ばなかった。この時期、ニップルの近郊のドレヘムからの文書やヒッタイとのカネシュからの文書にあるように、エブラは近隣の都市国家、ウルシュと結びつきを持っていた可能性もある。紀元前2000年期のエブラアッカド人による破壊から3世紀後の紀元前2000年頃、イビット・リムが最初の王に即位してエブラは、かつての重要性の一部を取り戻した。 この頃のエブラの住民はアムル人であり、紀元前1850年から第二の繁栄期を迎え、紀元前1750年頃のアララ派の文献にも言及がある。紀元前1650年から1600年にかけての時期にヒッタイトの王により再度破壊された。二度目の破壊からはエブラは立ち直れず、七世紀までは小さな村として存続したが、 以後は、考古学調査がなされるまで忘却された。アンアップ2、デートアカウントフーザレーミン、リトゥンバイザヘッドオブザアルケオロジカル、チームザットアンカバードエブルイズ・パオロ・メチ、ザ・ロイヤル・アーカイブス・オブ・エブル2007、ナバ、ヨゼフ・アーリー・ヒストリー・オブ・ザ・アルファベット、アン・イントロダクション・ツー・ウエスト・サミティック・オピグラフィー・アンド。パレオグラフィー・ピコグラム、28。 4 volumes of essays, on the Evel Archives and the Reconstructed, Evelate Language were published by the Center for Evel, Research a t New York University, as Eveletica, Pettinato.Jovan the Archives of e v l g e l b I.J., Sorts About Ivra, A Preliminary Evaluation in Monographic, Journals of the Near East. 白、メソポタミアン・スタディーズ1、1ピアニッシモ、3から30クレイグ・デイビス、ジュニア、デーティング・ザ・オールド・テスタメント、2007。P93、ゴードン、サイラス・エイチ・エド、エブレーティーカ、エッセイズ、オン・ザ・エブル・アーカイブズアンドエブレート・ランゲージ、ハット・アン・アーリー・アセスメント・アズ・クリフォード・エ・ウィルソン、ザ・インパクト・オブ・エブル、オン・バイブル・レコーズ、ザ・センセーショナル・テルマ・マル・ディヒ、 ありがとうございます。